はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけで、レーダーさんクローズしちゃいました。で、必要なもの取っていこうか。グリル必要だよね。お腹空いてるね。じゃあ食べちゃおうか。匂いつくから。夜匂い振りまいてが走るなんてもうちょっとバカだから。これ持って、これも持ちたいよね。ゾンビの声しなかった？大丈夫？あ、飲み物飲み物。あ、進んでない。しまった。何秒？ 38。よし、これぐらい入れればいいだろう。で、これどうせ壊せないんだろう。わかってるって。やばい。え、コーヒーできて、コーヒーがないと俺は死んじゃう。コーヒー中毒の人みたい。よいしょ。水も入れとこうか。水いらないな。これ入れよう、代わりに。で、バンテージ作ろうか。ティーン、よし。よし。きっと大丈夫。よし。ほい。コーヒー入れようぜ。じゃ、ビールよりコーヒーでいきましょう。12秒足りない。よし、これでいい。で、向かう場所をチェックしとこうか。また夜あっちに向かうの？バカでしょう。バカでしょう、私は。知っている、バカということを知ってるぞ。コメントたくさんありがとうございます。本当にもうね。もうね、この、へこみまくってた私が癒されました。 そう。でね、水エレベーター作ってほしいという件もありますね。作れなかったっつって。なんで、今度またやってみよっか。それも。作れなかったならちょっと試しに作ってみたいよね。あとはもう、期待に沿った楽しい動画でしたって。もう おい、終わった。それは良かったです。水飲んどこうかな。もうね。ダメだったね。生き延びれなかったね。あれはちょっとね、悔しい。あそこで生き延びて、なんぼなんだけど。なんぼにもならんかったっす。残念だったな、あれは。ピッケル持ってるじゃん。まあいいや。はい、ちょいちょい。おい、誰だよ、今 Q 押したやつ。ちょっと。よいしょ。OK。で、大きないろいろな問題。そうね。まあ仕方ないっす。飛行機飛んでるのも仕方ないっす。よく飛んでるから。オスプレイの騒音の凄さ知りましたって。俺もオスプレイ、ここまでと思ってなかったもんね、こっち来るまではね。まあ、住んでみないとわかんない、こりゃ。相手はシフトとマウス左クリックでスムーズに移動ができますよ。これはちょっと前の動画についてるコメントだね。大丈夫っす。こっち開いた時にまず、あれどこだっけ？一番最初に説明出てくるから、こっちの。ほら。レフトクリックでインスペクトで調べることができるよって。で、レシピはアクティブエフェクトとかレシピについて調べることができるよって。で、レフトクリックホールドアンドドラッグトゥテイクアスタックということで、この左のドラッグでインベントリー全部取れるよっていうの言ってるし、レフトクリックトゥドロップオアスワップはスタックということで、レフトクリックで入れ替えたり落としたりすることができるよって言ってる。で、ライトクリックホールドアンドラッグトゥテイクアハーフスタック、右クリックのドラッグで半分取れるよっていうね。で、ライトクリックトゥドロップザワンアイテムアットワンタイム、アットタイムっていうことで1個ずつ落とせるっていう。いつもやってることですね。そう、これ書いてあります、全部。書いてねえじゃん、シフトクリックで飛ぶよって。書いてねえじゃん。そう、シフトクリックで、
インベントリ間の移動とかね、これこっちとのこっちの移動とかできるんで、超便利です。入ってなかったね。で、今度は本屋によって AK とロケランを見つけて0.5。 AK とロケラン見つけ、本屋にないっすよ。本屋で AK とロケランはないよ。レシピあるかもしれんけど、レシピあっても作れないしね。そもそもゲームスタートの時間が22時前なのに移動するとか。仕方ない、仕方ない。だって夜こんなことしてたら暇じゃん。あ、これ知った、暇じゃん。それぐらいだったらちょっと移動しようかなみたいな、そう思っちゃったわけですよ。そしたら、まあ、ゾンビさんがいっぱい来ちゃったわけですよ。いやー、あそこまで来ると思わなかったよね。フェラルフォードだよ、フェラルフォード。時期外れのフェラルフォードだよ。スコップ。あ、俺、シャベル置いてきた。ちょっと待って、シャベル。シャベル。よいしょ。どうだ。ああ、これ。ね。こっちで。スパイク作っていきましょうか、そうしたら。なんか捨てるのある。捨て、あ、これ捨てる。捨てれない。鉄パイプとリールいらなくね。よいしょ。鉄パイプ取り移動と、コーンもいらないかな。どうせゾンビが落とすもんね。食べ物今回必要だね。重要だね。紙もちょっとこれもいらないでしょ、こんな。また道中で拾おうと思うけど。うん。いいんじゃないでしょうか。じゃあちょっと向かいつつ、山になってるこの粘土を探そうか。ここ掘ったらへこんじゃうから、へこんでも問題ない場所にある粘土をちょいと掘りつつ、うっすら近寄っていきましょうか、俺のカバンに。よし。あ、待って、どうせならなんか取れない。クイッククラフティング、何ポイント、60ポイントもあるよ。結構ゾンビ倒したもんね、俺ね。これはアスレチック26だから、まだまだだね。クラフティング。他に、クオリティ上。クオリティ上は取っていいやつだっけ？そうだよね。取っていいやつだよね。で、マイニングツリーダメ。スカベンジングのファーストエドルは、スカベンジング25だからもうちょい先だね。メディスン。10ポイント。レザータンニング。レザータンニングって結局使わなかったよね、前ね。ゾンビ来るね。どこ？あ、いた。あった？あ、倒しちゃったかも。あ、倒してない。ちょ、バカ、なんでやねん。おめえ今貫通したろ。貫通したか、痛み感じなかったって？そういうこと？うわー、殴られちゃったよ。完全しなかっただけ許そう。完全しなかったからよしとします。あ、こっちいいんじゃない？こっち。あー、微妙だな。もうちょっと、関係ない場所で粘土取りたいよね。やっぱ粘土取るのは水中が一番いいかもね。地形壊さないで済むから。イエーイ。マジか。イエーイ。ふぅ。ドッキドッキで夜は。やばい。やばい。こいつはまずい。
とりあえず当てて時間稼いで、ちょバカ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 、とりあえず当てて時間稼いで、よし来たー、ヘッドショットー、よし、いいね、いいの持って、スティラルちょっと持って歩いてみようか。羽あったよね、よし、ショットガンも持っとくか、持つだけ。警察官からショットガン取り上げられるかもしれないし、取り上げるってひどいな。でも間違ってないよね、間違ってない、間違ってない、警察官から取り上げるんだよあれは。アロー作ろっか。オッケー、よいしょ、いい、うーわ、うーわ、う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 わ、近い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 、いって、なんで、おい、危ねえじゃん。今、殴りモーションなかったっすよね、あなたね。下から、下から見えないとこがぶん殴った感じ。ブルーシャーツ、ウェア。よし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 。オッケー、とりあえず順調、あ、こっちいいんじゃない、こっちの山、こっちの山ちょいと削りましょうか。またなんか飛んでるね、もう何がオスプレイかよくわかんないけどね。いろいろ飛んでるから。あ、これどれぐらい取ろうかな。まあ、ちょこちょこ取ればいいか。あ、すげえ、スタミナ見て。全然回復してる。何が起きてるんだ。え？スコップじゃスタミナ減らないってこと？あの、マイニング、なんちゃら、69だっけ？と、もう一つ、セクシャルタイラン、タ、ティラノサウルス。普通に読めるじゃん。セクシーティラノサウルス。取っとけば。スタミナ減らないじゃん。全然安心して夜掘れるじゃん、こんな。よいしょ。いいね。あう。回収しちゃった。ゾンビ来ないよね。まあスタミナ気にしないでいいのな。ゾンビとかどうでもいいけどね。どうしよっかな今回。メリスンスキル上げたいから、もう服見つけたら切り裂きまくって、ちょっとテストしよう。待って、メリスンどうだっけ。こっちでしょ、 E の上ぐらいかな。で、包帯使って。あー、ちょいと伸びたね。ちょいと伸びたね。そしたら、ミイラになる。ぐるぐる巻きにして。ちょっとぐるぐる巻きになりながら走るっていうね。絡まって絶対怪我するわ。包帯たくさん巻いたらちょっと、ゾンビの攻撃通らないとか出てくればいいのに。で、メリスンを上げたら、確かメリスンの効果が、get more health from トピカルっていう言い方するんだ。and consumable remove リメディトピカル&コンスーマブルリメディ。トピカルってなんだ、それに属するっていうことかな。これぐらいでいいんじゃねえの。あ、もうワンスタック超えてる。うわ、こういうの困るやつだ。でも93で済んでよかった。よし、行こう。包帯量産して、グーグルも気にしながら歩くか。ちょっと待って、そしたらこれ回収しようぜ、軽く。これ大変。
変だな、コットン。コットン、コットン畑作って、ぐるぐる巻きになる。バンテージ。ぐるぐる巻き。よいしょ。全然上がんないじゃん。あ、これ巻いてる間ちょっと足遅くなるね。うわうわ、パカ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 、犬犬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 ちょっと待って、包帯使い切った後だっつうの、出血してるがな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け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 、おいおい、いや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 、いけ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 、間に合う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 、よし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 、ほでほでほで、大丈夫、こいつヘッドショット決めれるだろ。よし、やばい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 、犬来てる犬来てる犬来てるから、犬来てるから犬来てるから、やばい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 、犬犬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 当たんねえ、なたら犬犬犬犬犬、ワンちゃんワンワン、よし、ちょ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 、お前チラチラ見すんなし、こっちちょっと当たれよ、よし、あ、やばい、これ入ってくるね入ってくるね、待て、それまでに一人でも減らす、やばい、これはまずい、うおお、バカ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 、足折れる、折れない、よっしゃー、びっくりした、横からも入ってきた、お邪魔しますって、バーカか俺は、あんなに犬まで近づいてから気づくって、もう死罪だよ死罪、生きてるけど、マジか今な、はい、こいつじゃなかった、頭別のやつの頭打ってた、マジか、マジか、犬めっちゃいっぱいいたし、しかも当たってないし、いやびっくりした、ほんと感染しちゃったじゃんよ、これはひどい、これはひどいもんを見た、俺は自業自得だけどさ、自業自得だけど、これはひどいな、今のは包帯作ってて包帯全部なくした、使い切った後だし、タイミング最悪だよ、今のはひどい、今のは誰が何を言うと俺のせい犬が目の前にいっぱいいるんだもん引き返したけどバレたよもっと先に吠えとけっつーの、あー、おお、マチュッと来たー、マチュッと来た、どこに置こうかなー、感染しちゃったじゃん、スタミナ減るよこれは、
ジか。あ、でも釘に刺さってお犬様が2匹ぐらい死んでくれたっぽいね。ありがてえ。よく後ろ回り込んできたな、あいつら。いやー、この家に逃げ込んで正解だった。じゃないと俺は死んでいたでしょう、今頃。よかったよかった。アバンダントハウスの正しい使い方だよ、今のは。ドア開いてるから、この家。逃げ込んで急いで閉めればどうにか。いいね。ビーカー来ちゃったね、これだな。マーキーウォーターちょいと欲しいよね。アバンダントハウスの2階にあるよね、確か。よいしょ。こっちこっちこっち。どうだっけ。火をくべて、鍋を置いて、ちょっと待って、これ、分けないと右クリックで落ちてくれないんで、確か。ドアを沸かす。で、ゴールデンティーも、沸かしちゃうか。で、水と交換すればいいね。うん、もうこの家、チェックするのチェックしたもん、すべて。しちゃったかな、しちゃった気がするな。トイレの中も見たでしょ、巻き終わったあったでしょ。ヒュー、焦ったぜ。あれはちょっと、ほんと死んでも全然おかしくない。あれは死んでもおかしくないよね。3回ぐらい死んでるよ。ちょっと、上何か出る？お、いいね。コットンが。え？だよね。こいつから出てるよね。いいじゃん。結構出るね、コットン。これありがたい。よし。こっちの外は何だい？あ、こっちの、すまん、走って出れるんだ、ここ。面白い。ね。OK、OK。とりあえず、アバンダントハウスは、表に釘が、スパイクトラップ。ウッドスパイクスがあるんで、走ってくればいいっていうね。もうちょい足りないね。よいしょ。いうことが分かりましたね。ようよう、ここ、耐えたな。よいしょ。ありがてえ、ここ。しかも、マチェット見つけたし、もう、このタイミングでマチェット見つけたのは嬉しいね。よいしょ。ただ、包帯は？え？包帯1個予備見つけたんだ、ファーストエイドキットか。ファーストじゃないな。ファーストエイドバンテージ。ちょっと、あ、これ危ない。この、こっち点滅してるやつは危ないんで、閉じられないんで、タブで。これは一回エンター押せば、あ、なんか打ってからがいいかな。エンター押せば、エンター押せば、マジっすか。こっちも一回押して、あ、これでいい。あったあった、今。今こういう灰色、全部灰色になる感じ。グレーアウトした感じで、一回エンター押せば、このカーソル外れるんで、この時はタブで。閉じられます。これコメントで前教えていただきました、俺。よいしょ。これやらないとね、こっちに WSD って焦って撃ってゾンビから逃げれずに死ぬことあるんで。よいしょ。うわー、マジやばかった。というわけで今回ここで終わりにしましょう。いやー、やってくれたな、あの犬たち。俺を感染に落とし込んでくれたわ。じゃ、これ飲むか。4% 残ってるから大丈夫。OK! というわけで今回ここで終わりたいと思います。次回こそちょっと00に行って、00っつうかまあ、廃墟の街、ウエストランドに行って、カバン回収して、
ちょっとどうにかしないといけないと思います。よいしょ、おい、当たらない、ヘッドショット決まらない。しまう、倒しちゃったし。木も欲しいよね、ちょっとね。よし、というわけでご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もしてってください。あとはなんだっけ、外側の下の説明欄にプレイリストありますんで、よかったら使ってくださいね。1話から連続再生できます。方角合ってるよね。 OK。 というわけでセシカでした。